スターリンでヘスス、カストロタティスは、ドミニカ共和国モンテクリスティ州出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のワシントンナショナルズ所属。シカゴカブス時代2006年10月25日に、シカゴカブスと契約して、プロ入り。2009年は、フロリダステートリーグのオールスターゲームで、ランニングホンリーダーを含む4打数4のアンダーを記録し、MVP を受賞。 また、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。同年、A 級デートナカブスと AA 級テネシースモーキーズの2球団合計で127試合に出場し、打率299.3本塁が49打点を記録。シーズン終了後に、ベースボールアメリカ史の有望株ランキングで、カストロはカブス参加での最高評価を受けた。 2010年は開幕を AA 級テネシーで迎えたが5月7日にメジャー昇格を果たし同日の新シシナティレッツ戦で初打席初本塁打でデビュー。史上初の1990年代生まれのメジャーリーガーとなると同時にカブスの選手としてはオスカー・ギャンブルが1969年に19歳でメジャーデビューして以降では最年少出場選手となった。その後は 2007年からカブスの声優劇手を務めていたライアン・テリオが二塁手に転向したこともあり、遊撃手のレギュラーを獲得。打撃でチームに貢献する一方で、ナリーグ2位となる27失策を記録。新人王投票では5位に終わったが、トップスルーキーオールスターチームに選ばれた。2011年は初めて自身初めてオールスターに選出された。 この年は158試合に出場し、2年連続、300以上となる打率。307に加え、ナショナルリーグ最多の207安打を記録。21歳で、最多安打を記録したのは、メジャー史上最年少であった。また、1番で起用された時は打率。327.8本塁打を記録したほか、前年比で倍増以上となる22盗塁を決めた。 2012年は前年のオーフにバーで知り合った女性がレイプされたとしてカストロを訴えたため1月に警察の取り調べを受けたが立件されずにことなきを得た野球の方では2年連続でオールスターに選出8月には7年6000万ドルで契約延長したまた全162試合に出場したものの打率 283.100三振はいずれも自己アーストだった。一方で自己ベストの12三塁打、14本塁打を放つなど、特にチャンスで長打を量産し、78打点を記録した。2013年は161試合に出場し、3年連続で相当の試合数に出場したが、打撃不振に陥って打率。245.10本塁打。 44打点に終わった。また、三振は129まで増加した。総類面でもメジャーデビュー後初めて2桁見立つだった。遊撃の守備は3年連続ワーストの22失策を喫した。2014年は打撃面で復調し、2年ぶり3度目となるオールスターに選出された。9月2日に足首を捻挫し、故障者リスト入りしたままシーズンを終えたが、 134試合の出場で打率、292.14本塁が65打点4盗塁、オプス0.777という好成績を残した。遊撃の守備は相変わらずであり、133試合の守備機会で15失策、DRS7 に止まった。オフの12月に母国であるドミニカ共和国のナイトクラブでの銃乱射事件に巻き込まれ、 カストロが逮捕されたと報道されたが、これは誤報だったものの、前年のレープ疑惑もあって評判が失墜した。2015年は、若手遊撃手のアディソン・ラッセルが対等した影響もあって、終盤には二類種にコンバートされた。同年は151試合に出場し、打撃面では打率。265.11本類が69打点を記録。 三振が4年ぶりに100未満まで減ったが、出塁率が2年ぶりに300未達だった。ニューヨークヤンキース時代2015年12月8日にアダム・ウォーレンとブレンダン・ライアントのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。2016年は2類のレギュラーに固定され15、151試合に出場。打率270、自己記録を更新する21本類が、 70打点という成績を残した。守備面では150試合で守りについて12失策、守備率980だった。2017年も2類種としてレギュラー起用された。4月の欠陥打率は352を記録するなど開幕から好調だったが、6月26日の試合で一塁への走塁の際に右ハムストリングを痛めて、 翌27日に故障者リスト入り、7月15日に復帰したが、同月19日の試合で同箇所を再び負傷。その後に試合に出場したものの、同月22日から再び故障者リスト入りとなった。8月25日に復帰してからは、スタメンの座を守ったが、2度の故障者リスト入りの影響で、自己最低の112試合の出場に止まり、 ルーキーイヤーの2010年以来の規定未到達に終わった。マイアミ・マーリンズ時代2017年12月9日にジャンカルロス・スタントンとのトレードでマイアミ・マーリンズと合意したと発表され、12月11日に正式にホルヘグーズマンとホセデバースと共に移籍した。移籍後にはカブス時代と同じくチームの再建期を過ごすことは望まないとして移籍志願したが実らなかった。 2018年は打率、278、12本塁打、54打点、6盗塁を記録した。2019年6月8日のアトランタブレーブス戦で、通算1500本アンダーを記録した。オフの10月31日に FA となった。2020年1月7日にワシントンナショナルズと2年、総額1200万ドルの契約を結んだ。背番号は、 ヤンキース時代に身につけた14ミルブ MLB ありがとうございます。